志保さん、星崎さん、大丈夫ですか？え？あ、いや、ごめんなさい。顔色が良くないような気がして。そうかな。いや、そうかも。ごめん、少し話聞いてくれるかな？もちろん、私でよければ。リーダーとしての責任ですか？難しい問題ですよね。うん。どうすればよかったのか、わからなくなっちゃった。やっぱり、みんなの中心に立つのって大変なんだと思います。前に少しお話ししたことがありますよね、チームのこと。ああ、うん。キララと一緒の。はい、そうです。そのチームにもリーダーがいました。話すと長くなるんですが、その人は少し特殊で、私たちみたいな戦闘能力は持っていない人でした。え？リーダーなのに？はい。でも、リーダーさんはいつも自分にできることを探して必死でした。リーダーさんはリーダーさんなりの方法で戦っていたんです。だから私もそんな彼の力になりたいと思って、いろいろとお手伝いをしたりしましたが、正直あんまり力になれた気がしなくて。それでも、何かできることはないかって探して、私なりにやってきたつもりです。大切なのは、やりきったと思えることではないでしょうか。その時、自分にできることはやりきった。そう思えたなら、私はそれでいいと思います。あのクラックが起きてから、ずっと不安だった。私、間違ってたのかなって。私のせいで、みんなを危ない目に遭わせたんだって。でも、なんだか今の言葉で、ちょっとだけ気が楽になった気がするよ。はい。力になれたのならよかったです。さすが。前にもチームでやってただけはあるね。されて嬉しい言葉が分かってる。何ですか突然。嬉しかったから。嬉しい気持ちのお返しだよ。褒めても何も出ませんよ。今の表情が見れただけでも満足だよ。本当にありがとう、志保さん。弱音を吐いちゃいけない。誰にも頼らず、一番前を歩かないといけない。リーダーって、そういう存在。ねえ、キララ。青、どうした？少し、相談したいことがあるんだけど。キララは人とは違う境遇にあって重圧とか感じなかった？私こんな状況を経験したことないから、どうすればいいのかわからなくなっちゃって。重圧か、なかったとは言い難い。その重圧、キララはどう
うやって乗り越えたの？キララは別に乗り越えたわけじゃない。そうなの？今もずっと自分に宿った力の意味を考えてる。自分がここにいる意味、果たすべき役割、そういうのに答えを出すのは難しい。神の声が聞こえても自分の心の声は聞こえない。所詮人間はそんなもの。そっか。それにこの世界だとキララは戦うこともできないから。青とはまた少し違うけど、キララもここにいる意味を考えることはある。自分に何ができるのか、どうすればみんなの役に立てるのかと。そんな、キララがいて助かってるよ。キララがいたから分かったことだってたくさんある。ならばそっくりそのまま同じ言葉を返そう。だから成し遂げられたことはたくさんある。つまりあまり考えすぎても仕方ないということだ。フィールフリー、気楽に行こう。キララたちもこの世界もなるようにしかならない。さすがキララ、私も見習わないと。うむ、それがいい。そっか、リーダーとしてね。後から考えが浮かんできて、こうすれば良かったんじゃないかって。それでどんどん正解が分からなくなっていって。青って責任感あるよね。え？どうして？だって青は今落ち込んでるでしょ。落ち込めるってことは真剣に受け止めてるって証拠だよね。何かを最後までやりきるとか責任持ってやるとか、私にはそういうのないからさ。だから青は偉い。偉すぎる。なんかすごい励まし方された。私バカだからなんて言えばいいのかわかんないんだもん。だったらせめていつも通りのテンションの方がいいかなって。そうだね、すごく助かる。勇気が羨ましいな、そんな風に明るい方へ考えられるのが。やだもん暗いの。私はヘラヘラ笑ってたい。笑って生きてたい。泣いたりくよくよしてばかりよりその方が人生楽しいでしょ。うん、その通りだと思う。でも難しいんだよ。勇気？ずっと笑ってられるなんて嘘。だって人生辛いこともたくさんあるでしょ。だけどだからこそ私は嘘をつくんだ。ずっと笑顔でいる。笑顔でいればみんな幸せ、みんな楽しい。そうでしょ。勇気らしい考え方だね。笑顔だって必要な嘘か。
私は勇気の笑顔に救われてたのかもしれないね。でも、もし本当に辛い時はちゃんと言ってね。まあ気が向いたらね。ココロ、あおちゃん、ちょうどよかった。こっち来て。いろいろあったね。うん、私のせいでごめん。ううん、あおちゃんのせいじゃないよ。私何もできなかった。私はあおちゃんがリーダーになってみんなを引っ張ってくれて少し安心してた。そのせいであおちゃんに頼りきりになっちゃってた。あおちゃんだって急にこの世界に呼ばれて何もわからない中頑張ってるのに。ココロ、不安でどっちに進めばいいのかもわからない時にあおちゃんはこっちに行こうって言ってくれた。あおちゃんはその方向が間違ってたかもって思ってるんだよね。うん、違うよ。私たちにとってはそうやって道を示してくれるだけでも助かっていて、だからあおちゃんはすごくて、出てこなくて。今度は私が手を差し伸べるって決めてたんだけどな。うまくいかないね。なかなか思うようにはいかないもんだね。そうだね。みんな同じか。心も私もきっと他のみんなも理想通りの自分にはなれなくて、でもだからこそ周りを頼ってお互いの足りないところを埋め合っていくしかない。うん、でも一つだけ言わせてほしいんだけど、心はちゃんと私に手を差し伸べてくれてるよ。今の言葉しっかり私に響いたから。うん、ありがとう、あおちゃん。これがお互いの足りないところを埋め合っていくっていうことなのかな。そうだね、きっとそうだ。ごめん。どうしたの急に。レナさんはずっと歌さんの記憶を取り戻すべきじゃないって言ってたでしょ。結局それは正しかった。だからごめん。みんなに何か言わなきゃって思ったんだけど、ごめんって言葉しか出てこなくて。私どうすればよかったのかな。なるほどね。私もあれからずっと考えてた。あの時の判断は間違っていたのか。やっぱり自分の意見を貫き通すべきだったのか。確かに自分の意見を押し通していれば
この世界がここまで傷つくことはなかったかもしれない。でも結局それじゃ一歩も進めなかったんだと思う。レナさん、いろいろ偉そうなことを言ってるけど白状する。怖いのよ、踏み出すことが。どうなるかわからないから、叩ける石橋は叩きたい。だから駒川さんの記憶を取り戻すの反対してた。踏み出すしかないと分かっていても、いろいろへりくつこねて進めない。私怖がりだから。うん、知ってる。うるさいバカ。でもだから、あなたみたいに前に踏み出す人が必要で、私はあなたを信じることにした。そっか。私はあなたを信じることにした私のことも信じてる。信じたい。だからあなたもあなた自身のことを信じてもらわなきゃ困る。もしかして元気づけてくれてる？わざわざ聞くな。ごめん。ありがとう。なんだか大変なことになっちゃったね。やっぱり私間違ってたのかな。前に私もそうやって悩んでたことがあったな。日和さんが？あんまり悩みとかないように見えるかな。そんなことはないけど。私は何かを疑って失敗するよりも、信じた結果失敗したいって思うな。もちろん成功するのが一番いいよ。でも全部が全部うまくいくとは限らないから。前にそういうことが？私の友達にリフレクターの子がいてね、その子はあんまり人を信じるのが得意じゃなくて、いろんな苦労を一人で抱えてた。その子を見て思ったんだ。私だけは信じ続けようって。信じ続ける？うん。どれだけ拒絶されても、その子のことを信じて待ち続けようって思った。その結果、長い時間はかかったけど分かり合うことができたんだ。だから私は人を信じたいと思う。青ちゃんはうたちゃんを信じたし、みんなは青ちゃんを信じた。それって何も間違ってないと思うんだ。ってことはこの件に悪い人はいない、そういうことでしょ？そうなのかな。今回みたいに少し回り道になっちゃうこともあるかもしれない。でも誰かを信じて誰かのために行動するなら、私はそれでいいと思うな。信じれば何だって解決するとはさすがに言えないけどね。やらない後悔よりやって後悔。前向きに行こうよ。なんだかちょっと元気出たかも。よかった。また何かあったら話聞くよ。ありがとう、日和さん。
疲れ様、アオ。ミオさんも。クラックのこと気にしてるの？そりゃそうだよ。私が決断してこうなっちゃったわけだし。やっぱり私間違ってたのかな。もう何が正解かわかんないよ。そうやって一人でぐるぐる考えてる時って大抵の場合はいい方向に進まないわ。私も昔そうだったからなんとなくわかる。ミオさんが？ええ。私は日和とそれほど喧嘩しないけど、そのことに関してはよく衝突してた。お姉ちゃんは一人で考えすぎだ。もっと私にも相談してってね。確かに日和さんそういうこと言いそう。でしょ。一人で何でもかんでも解決しようなんてのはきっと傲慢なのよ。今でも意識していないと悩みの螺旋にとらわれてしまう。人に悩みを打ち明けるのは思ったより難しい。自分の弱さをさらけ出すのと同じようなものだから。私いろいろ抱え込んじゃってたんだね。ええ、そうかもしれない。だからお互い気になったことや困ったことがあったら話し合いましょう。いつ相談に来てくれてもいいわ。その代わり私も相談に行かせてもらうから。うん、また何かあったらお話しするね。ひなこさん、青、いろいろお疲れ様。ひなこさん、少し聞いてもいい？うん。ひなこさんは前に原種ってやつと戦ってたんだよね。そしてひなこさんは原種に勝った。一つ大きなことを成し遂げた。その時はどうやって立ち向かったの？どうやってか、難しい質問だね。クラックが起きて大変なことになって、私何が正解だったのかわからなくなっちゃって。ごめんね。きっと私は青の求めるような答えは出してあげられない。え？どういう？私も正解はわからないんだよ。リフレクターになって原種に立ち向かうことになって無我夢中だった。私たちは思いを守るため最終的には全ての原種をリフレクトしたけど、でもそれが正解だったかどうかはわからない。だって世界は救われなかった。結局灰は世界を滅ぼしてしまった。そうでしょ？でもそうするしかなかった。言ってしまえばその通りなんだけどね。自分自身で納得できるかどうかはまた別の話。そんな私から言わせてもらえば、青はとっても頑張ってるよ。え？何が正解かもわからないこんな世界で、青は私たちの進む道を切り開いてくれた。
それってとってもすごいことだよ。本当はリフレクターの先輩である私がもう少し頑張れたらよかったんだけど。そんな、私ひな子さんがいるとすっごい心強いよ。ありがとう、青。なんだか逆に励まされちゃったな。なんだか少しひな子さんのことを知れた気がする。恥ずかしいな。ずっと答えを探してた。でもそうだよね、わからないものはわからない。ならやれることをやる、それしかない。うん、私も全力で手伝うから。ありがとう、ひな子さん。私もう少しだけ前を向ける気がするよ。